久保幸恵は、日本の女性歌手。1924年、日本統治下の台湾、兵東市に生まれる。本名、篠原幸恵。1942年兵東高等女学校を卒業後、家族と共にシンガポールに移る。当時のシンガポールは日本占領下にあり湘南島と称していたが、家族はそこで日本軍相手の料亭を開いていた。久保はこの店で好きな流行歌を歌い、また軍の慰問にも赴き、歌を歌っていたという。1946年、日本に引き上げた後、翌1947年、日本コロンビア社の新人歌手募集の新聞広告を見て応募、1500人の応募者の中から合格した。1948年、千鳥なぜ泣くでデビューしたが不発に終わる。民謡を歌謡曲風にアレンジした2曲目のおこさふしも姿勢の注意を引かないまま終わったが、民謡もうまくこなせる新人として、社内で注目を集めた。ところで、この頃、古賀政男は炭鉱説に興味を持っていた。古賀はこれをさらに都会的な宴会ソングに仕立て上げ、1949年、とんこ節として久保と楠木繁雄のデュエットとして発売させた。当初はさっぱり売れなかったが、都内、地方を問わずあらゆる営業先のステージで幾度となく一人で歌いまくったため、じわじわと売り上げが伸び、翌1950年、新人歌手、加藤正夫と共に吹き込んだ新しいとんこ節が彼女の運命を決定づけるほどの大ヒット曲となった。それは松竹をして映画、初恋とんこ娘を制作せしめるほどであった。当時の人気投票では、美空ひばりを抑え1位になったこともあった。以後、やっとん節、パチンコ人生、コミックソング、旅は楽しいしっぽっぽなどヒット曲を放ったが、1955年、日本舞踊に転向を理由に、コロンビアを退職した。その後はビクターへ移籍したがヒットに恵まれず、1960年に外交官と結婚し引退した。1969年、渡辺浜子の勧めで、本格的に歌手活動を再開。1973年、甲状腺手術中に、医療ミスで声帯を一本切除されるという危機に見舞われるが、懸命なリハビリと治療の末に翌年には復帰。その後は神奈川県内で歌謡教室を開きながら、テレビの夏メロ番組や舞台などに出演するほか、不定期ながら新曲を発表し、精力的に歌手活動を続けてきたが2003年に体調を崩し、一度は復帰したが2005年を最後に、表舞台を退いた。2010年9月7日、未明、東京都内の老人施設で突然意識を失い、病院に搬送。翌8日に心不全のため死去。86歳没。久保の死去は2年後の2012年になってから明らかにされた。ありがとうございます。